飯田ケーブルテレビ技術部の林です11月1日から災害時における飯田市の情報伝達方法が追加されますそのうちの一つ、飯田市地域情報アプリをご紹介いたします市内で発生した火災や行方不明者情報、災害情報などを知る一つの手段として防災行政無線がありますが、場所によっては聞こえづらく聞き逃す可能性もありました この防災行政無線がスマートフォンで聞けるようになります。まずは、お手持ちのスマートフォンに飯田市地域情報アプリをダウンロードしてください。アプリを開くと、飯田市の様々な情報を見ることができます。防災無線の放送があったときに、この防災無線のアイコンをタップすると、防災無線を音声で聞くことができます。普段から、 アプリをダウンロードしておいて、おいいいい。ざという時にご利用くださいまた飯田ケーブルテレビご加入のお客様は飯田市のゆいチャンネルのデータ放送でも防災行政無線を聞くことができますので災害時に情報を入手する手段の一つとして是非覚えておいてください。